次また新しいことに踏み出す大きな希望と一歩になったと思います。日常の生活や世話や看病などほとんど一人で面倒を見てくれて、無事も保護されず献身的に世話をしてくれてありがとう。今の国の時が存続するのは長いのおかげだと思っています。そして両者を見送ってくれて、ようやく長いを自身の人生を守ることにできると思ったんです。一応ね、過小という難病にしっかりこの中身を突っ込まないようのかと思いました。でも、良い治療薬もどんどん出てきて、
きっと治ると信じています。これからも病気に負けずに2人で頑張ろうね。そして直江はこれまで頑張ってくれたことに対し感謝の気持ちをこの言葉でも示してまいりきます。これからもよろしく。2021年11月17日以上。ご本人さんすごく喜んで、また今後ね、同じやっぱりエレスのね、あめてはる方の励みになるんじゃないかなっていうふうに思いました。もう少し本人がね、ちょっとやっぱり映像とかあのゴーグルの重みで負担になったりするのかなと考えてたんですけれども、こんなにあの想像してたとよりもしんどくなくちょっと体験できたとおっしゃってたので嬉しく感じました。あの次また新しいことに踏み出す大きな希望と一歩になったと思っていますので、やはりあの今回の経験をあの元にまた次新しいねあのことにチャレンジをしていければいいなと思います。ずっと寝たきりになって、はい、でそれから毎日同じことを繰り返してあの過ごしていらっしゃる中で、はい、ああいった刺激的なことをやったりとか、ああいう笑顔が見れたのはすごく良かったなって率直に思います。今ちょうど新しいオーダーメイドの車椅子が来まして、で最近ここ1ヶ月ぐらいですね、車椅子に移乗して座っていただくっていう、訓練をしていらっしゃるので、それのもっとやる気だったりとかにつながってくださったんじゃないかなと思います。栗本様を見ていてすごくあの全面的にバックアップサポートされてるなっていうふうに私は感じているんですけど、こう手を尽くしてサポートしていきたいというお気持ちがあるんですか。やっぱりもう、手紙に書いてますけれども、やっぱりすごい感謝してるので、ね、家内に対してはやっぱりそれの少しでも返せればいいかなっていうぐらいですね、はい、自分ができるねその、ことは全部やるということで、思ってます。未来に向けて直江さんとやってみたいなって思ってることってありますか。そうですね、やっぱり旅行ですかね、やっぱり、温泉とかもね行きたいなと思ってますけど、一番の目標はみんなで旅行に行くということですね。今日のこの VR の体験が少しでもそこにつながってくれるといいなというふうに思いますね。多分かなりもそういうのもあって多分したかったんだろうと思いますけどね。今日は本当にありがとうございました。